川北農園を目指して綾部市へ。ブランド賀茂なすの産地としても知られる綾部市、各地にビニールハウスが点在しています。ビストロセプトをはじめ京都の複数の料理店に野菜を納品している川北さん、季節ごとにいろんな野菜を育てています。こんにちは。あ、こんにちは。今日はよろしくお願いします。あれ、これは何ですか？ルッコラなんですよ。ルッコラ、はい、ヨーロッパの方だと思うんですけど、その向こうのあったかいところで採れる香草なんですけど、うんうん、香りがいいんですか？はい、もともとうちはその、まあ、基本はこうお米と、んで京野菜の賀茂なすを作ってるんですけど、はい、料理人さんからこんなものを作ってほしいにゃ、あんなものを作ってほしいにゃっていうオーダーがあったんですよね。で、その中でだんだんと作り始めたら、どんどん野菜の種類が増えてきたっていう。農園には人参にカリフラワーなど常に十数種類もの野菜が。ちょうど尾形さんからルッコラの注文が入っているというので収穫をお手伝い。葉っぱですか？お店では一年中使う野菜なので、収穫と同時に次の苗も育てなくてはなりません。シェフの要望に応じての野菜作り、なかなか大変なのでは？お客さんと話をしながら、種をまいていくということが、まあ、その農業をやっていく上で、そのこう、まあ、機械的な感じではなくて、うん、はい、手作り感たっぷりの、はい、まあ、やっぱり、自分の色の出せるものを、うん、あの少量作っていくやり方で、僕はまあ野菜を作ってるんですけど、ね、川北さん、この辺はネギですよね？はい、はい、そうです、うん、この小さいのもネギですか？これね、玉ねぎなんですよ。ちょっとね、変わってまして、はい、ちょっと抜いてみますね。お、え、これ分かります？玉ねぎ、もともと玉ねぎあったところのとこ、要は芽が出るじゃないですか、置いとくと、はい、で芽が出たやつを植えとくとこうなるんですよ。これまでは芽が出た玉ねぎは捨てていたそうですが、試しに植え直すとなんだか美味しそうな感じに。これは何かの食材に使えるのではと思った川北さん、実際にシェフのところに持ち込んでみることに。でも本当に食べられるんでしょうか？甘い、びっくりしました。もう結構これだったら生でも、だからサラダでもいけるような感じですけれどね、はいはい、あれ、ここは何ですか？ここはまた何か植わってますね。京野菜の賀茂なすです。あ、賀茂なすですか、おっしゃってた、はい。もともと賀茂なす農家だった川北家、主力の賀茂なすの準備も着々と進んでいます。実は川北さんのお父さんは綾部でブランド賀茂なすを広めた名人の一人。その背中を見て農家になっただけに、どんなに忙しくてもブランド賀茂なすの仕事は大事に受け継いでいきたいと考えています。こういうものを作り続けることによって、まあ、いわゆるその農家としての、まあ、価値も高まるし、僕たちが京都の野菜を作ってるっていう一つの、そのこう、まあ、自信みたいなものにつながっているので、やはりそのこう料理人さんと、あの細々したものをたくさん作っていくのも一つのやり方だし、こういうものを大量に作って京都の市場へ出していくっていうのも一つのやり方で、まあ、僕はそれを両方あの維持をしていこうと思ってるんですけど。そして料理のプロが納得する美味しい野菜や米を育てるためにこだわっているのが土作り。で、京都二の国さんの方でお世話になって、はい、あの土壌診断を、うんうん、あのさせていただいた結果なんです。やみくもに有機質入れるだけでは、うんうん、あのお米としても美味しくはならないし、うんうん、田んぼににがりや塩を少し加えるなどいろいろと工夫、はい、時には失敗したこともあるとか。昆布を買ってきて水に浸して、切って水に浸してそれをかけてみたとかね。あの昆布から出てくるグルタミン酸があるじゃないですか、うまみ成分、あれを米にかけたらうまなるんちゃうかなって思ったんですけど、ただしんどいだけでした、ね、またふるさとの山を守るために間伐した竹をパウダー状にして乳酸発酵させたものを肥料代わりに使うなど、新しい方法にも挑戦。こうした様々な取り組みを館内の JA 京都二の国の若手農家にも伝えていく中で、地域全体の農の力を底上げし、活気を呼び込みたいと考えています。こんにちは。こんにちは。小松さん、野菜持ってきましたよ。ありがとうございます。おー、すごい。さっき買ったルッコラですよね、はい、そうです。とこれが玉ねぎの芽ですよね。芽です、はい。
早速例の玉ねぎの芽を PR。 この部分がまた違う風味で使えて、こっから霜はまた違う用途で使えるから。おお、どうでしょう。いや全然生でいけますね、こうやってあの新しい野菜の提案してもらうと、こっちもこういろいろアイデア考えるじゃないですか、やっぱり、で新しい料理が生まれたりとかするので、市場出荷だったらこれはもう完全に却下ですよ、これね、小笠さんと直接やり取りができるから、これが一つの料理のね、一皿になって生まれ変わるんで、非常に助かります。まだまだ50メーターありますから、ね、ありがとうございます。地域のいいところをどんどん世界に、京都、東京、大阪へ売っていけるような、何かそういうこう、まあ、シェフとつながることで、固定概念をどう破っていくかっていうところの、やっぱりこう攻めをね、やっぱりこういろんな分野でやっていかないとダメかなと思いますね。はい、これからも期待していますので頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。